こんにちは、青22号です。タミヤの1/24アストンマーティン DBS の鈴木です。ボディの研ぎ出しまでが終わったところですが、少々問題が発生しています。それは塗装表面にクラックが入るという問題です。パッと見では分かりにくいですが、よく見ると表面にひびが入っていることが分かります。これはおそらく研ぎ出しをしているときに瞬間的に表面が曲がって、その曲げにクリア層が耐えられなくなってひびが入ったものと思われます。特に今回はガイアノーツの EX クリアを使っているので、それも原因の一つとして考えられます。 EX クリアは他のクリア塗料よりも硬くなる性質があり、ツヤを美しく仕上げやすい反面、弾性が少ないので割れやすいという副作用があります。一旦ひびが入ってしまった塗装面はもうどうすることもできないので、塗装を剥がしてやり直すことにします。塗装を剥がすには塗装用の溶剤を使います。溶剤やイソプロピルアルコールにドブ付けするのが一般的な方法ですが、その方法だと溶剤や IPA を大量に使うので、今回は最小限で済む方法で進めます。まずボディにキムワイプを巻いて、そのキムワイプに筆を使って溶剤を染み込ませていきます。一通り全体に染み込ませたら、丸ごとジップロックの袋に入れて密封します。ジップロックに入れることで溶剤が揮発しても、気化した溶剤が塗装表面を溶かす助けとなることを期待します。また部屋に溶剤の匂いが充満するのを防ぐことにもなります。ちなみに溶剤はガイアノーツのブラシマスターを使っています。リターダーが入っているタイプですが、今回のような場合はリターダーで揮発を遅らせてもらった方が都合がいいためです。ジップロックに密封して一晩置いたら、袋の中身を取り出します。置いておくのは一晩程度に留めておきます。あまり長期間つけたままにするとプラへのダメージが大きくなるためです。なお、今回ドブ付けにせずこの方法を取っているのは、プラへのダメージを最小限にするためでもあります。ジップロックから取り出して巻いてあるキムワイプを剥がしたら、まずは表面の溶けた塗膜を大まかに拭き取っていきます。完全に拭き取れるわけではありませんが、この時点で塗膜の量をざっくりと減らしていきます。そして溶剤を含ませた筆と塗料皿を使って残っている塗膜を洗い流していきます。ジップロックに一晩入れていたことによって、表面の塗膜はだいぶ柔らかくなっているはずなので、筆で軽く流していくだけで塗膜はどんどん剥がれていくはずです。ある程度塗膜が剥がれてきたら、一旦キムワイプで拭き取れるだけ拭き取っていきます。溶けている塗膜はだいたい拭き取っていきます。拭き取りに使うキムワイプは拭き取っているうちに塗料で汚れてくるので、そうなったら新しいものに変えて拭き取っていきます。汚れていると表面に塗料が再付着してしまうためです。この一連の作業は手間がかかるように見えますが、ドブ付けしたとしても結局は同じ作業が発生します。ドブ付けしていない分、プラへの溶剤の浸透が少ないので、その分だけダメージが少ないはずです。拭き取れるだけ拭き取ったら、再び溶剤を含ませた筆を使って拭き取ることができなかった固まっている塗膜を溶かしていき、再びキムワイプを使って拭き取っていきます。これを何回か繰り返していくと、やがて完全に塗膜がなくなります。モールドなどの細かな溝などに残った塗膜も拭き取り残しがないように慎重に確認しながら拭き取っていきます。ドブ付けしていないとはいえ、プラは通常よりも脆くなっている可能性もあるので、拭き取っている時に突起部分などを折ってしまったりしないように注意しながら拭き取っていきます。ボンネットなどの他のパーツも同様です。溶剤を塗って塗膜を溶かして、キムワイプで拭き取れるだけ拭き取るという作業を繰り返します。拭き取り終わるとこのようになります。これで塗装する前の状態に戻りました。塗膜の拭き取りが終わったら、再び塗装をしていきます。基本的に塗り重ね順は前回と同じで、まずは下地としては EX ブラックを塗っていきます。最初は色がほとんどつかない程度に薄く塗っていき、ある程度それを一周したら徐々に濃く塗っていきます。
モールド付近に塗料が集まってこないように表面の様子を常に確認しながら吹きつける量を加減して塗っていきます。こういった場面ではシングルアクションではなくダブルアクションのハンドピースの方が微妙な加減が調節しやすいと言えます。いつも使っているフライヤー SR はシングルアクションなので、今回のような塗りっぱなしで綺麗な表面に仕上げたいときは通常のダブルアクションのエアブラシを使った方がコントロールしやすいということになります。ボンネットも同様に塗っていきます。この後のパールシルバーを塗る工程ではそれぞれで濃度差が出ないようにボディ本体と一体にした状態でまとめて塗りますが、今塗っている黒は濃度差が問題になることはほとんどないのでそれぞれ別々に塗装しています。なお表面のヤスリがけはすでに終わっているので今塗っている黒は捨てサフ代わりではなく本塗装の下地塗装となります。塗装した黒が乾いたらパールシルバーを塗っていきます。黒を塗るときは別々に塗っていたボンネットはボディに仮に固定した状態でまとめて塗ります。どれだけ塗ったかが分かりにくい色なので塗る場所によって濃すぎたり薄すぎたりしないように注意します。ハンドピースをいつもより少し離し気味にして塗ると極端な濃度差が出にくくなります。その分飛距離が長くなることになるので塗料の濃度は少し薄めにして砂吹きにならないように注意しながら塗っていきます。続いてクリアピーコックグリーンを塗っていきます。この色は要するにクリアグリーンですが今回はクリアを混ぜて塗っています。有彩色系のクリアカラーは濃度を均等に塗るのが一般的には難しいです。そこで全くの透明のクリアを少し混ぜて塗ることでその難しさを和らげるというテクニックがあります。有彩色クリアを単体で塗ると色が濃いため塗ったところと塗っていないところの色の濃度差が大きくなります。なので薄めて塗ればいいということになるのですが、溶剤で色が薄くなるほど薄めるとどんどんシャバシャバになっていき、それはそれで別の塗りにくさが出てきてしまいます。そこで透明のクリアを混ぜることで色を薄くしつつも流動性も維持できるので溶剤で色を薄めるより塗りやすいというわけです。混ぜるクリアは念のため同じメーカーのものを使います。メーカーが異なるとたとえ同じラッカー系と称していても思わぬトラブルが出てくることがあるためです。これはクリア系に限らずソリッド系やメタリック系であってもメーカーが異なる塗料を混ぜ合わせるのはリスクをはらんでいると考えるべきだと思います。とはいえ一般的にはクレオスとガイアノーツは相性がいいようで混ぜ合わせてもほとんど問題になることはないようです。ですがタミヤやフィニッシャーズなどの塗料をメーカーを超えて混ぜ合わせるときはあらかじめ十分にテストしてから本番に挑んだ方がいいかもしれません。同じメーカーの塗料同士はメーカー自身が十分テストしているはずですが、メーカーが異なる塗料同士のテストはどのメーカーもほとんど行っていないはずだからです。というわけでここまで戻ってきました。この後クリアを重ねていく予定です。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。